喫煙と飲酒行為などでパリ五輪出場を辞退した体操女子の日本代表で主将宮田笙子19イコール順大をめぐり、多くの著名人が20日までに SNS 上で意見を表明した。20歳未満の喫煙飲酒が法律で禁じられていることから、事態についてやむを得ないなどの声がある一方で、著名人からは五輪辞退前から厳罰を懸念する声が上がり、事態決定後も機械的な厳罰主義に偏っている事態撤回運動を展開したいくらいですなど、対応に疑問符を呈す声が複数出るなど、異例とも言える状況になっている。日本協会幹部らの聞き取りでは、6から7月に喫煙は都内で、飲酒は強化合宿で滞在していた北区の味の素ナショナルトレーニングセンター NTC 宿泊棟で行われたと判明。担当した西村専務理事は、正直に話してくれという対話の中で説明があった結果、共に1回としていた。主な著名人の反応、 X やブログなどから、下向き黒三角高須クリニック高須克美院長79、ルールは守らなければなりません。しかし未成年者は発達途上の未熟者ですので、立ち直り不可能なほどの罰を与えないのが大人の良識だと思います。僕の彼女の西原理恵子は高校で飲酒を咎められ退学処分になりました。納得できず退学を拒否し、強制退学され、負けずに法廷闘争しました。退学処分のまま代検を受けて大学進学しました。自力で立ち直りました。僕は高校で校長先生の宗教の授業の時、授業を抜けてタバコを吸っているのがバレました。校長先生の鉄拳教育だけの処分でした。退学処分されていたらどうなっていたことやら。おかげで真面目になれました。ありがとうございます校長先生。我が師の恩。下向き黒三角教育評論家小木直樹氏、パリオリンピック女子体操キャプテンであり第一人者でもある A 19歳さん、つい最近の飲酒喫煙が発覚して代表辞退。日本選手チームは1人欠いた4人で戦わざるを得なくなったのです。前代未聞です。失望の声が広がっています。小木ママは機械的な厳罰主義に偏っているように思います。他種目との方針の違いも気になります。違法行為は処罰されます。しかし取り返しのつかないような重い処分は違うように思いますと、試験を示すと、特に若者は失敗から学び成長するものです。失敗と書いて成功と読むと測っての野村克也監督の名言です。教育的には小さい頃から小さい失敗をたくさんする方がその度に学び成長します。だから教会の指導姿勢も問われているのではないでしょうか。なんだかやりきれない小木ママです。皆さんはどうですか。下向き黒三角ひろゆきこと西村ひろゆき氏47、他人に迷惑をかける違法行為を咎めるのは当然ですが、他人に迷惑をかけない喫煙をした19歳がオリンピックの夢を奪われるのは罰としても過大すぎる。下向き黒三角ビートきよし74、ごめんなさいしてオリンピック出してやれよ50億。どっかやっといて偉そうにしてるクソジジイの方がよっぽどムカつく。ああ、辞退しちゃった後2ヶ月で20歳だって言うから、2ヶ月経ったら堂々と飲んで吸ってください。シャープ頑張れ。下向き黒三角ダンカン65、ニュースでパリ五輪喫煙問題で辞退の宮田選手を目にした。教えて俺みたいなインチキ大人はこういうことについて何というのが正解なんですか。19歳、俺タバコ吸ってただろうな。吸ってなかったとしたら金がなくて買えなかったかってか。ダウンタウブギウギバンドのスモーキング武器なんてめちゃくちゃかっこよくて吸えないものまで吸ってたっけ。今回の事態で立場を考えて欲しかったという大人がいるけど、それが正解でいいのかな。じゃあ五輪に出ない一般の19歳は吸ってもいいのか。世の中はほとんどインチキと思っている俺にしては珍しく朝から気になってしまいました。さ、皆さん今日も一日とにかく自分のことを大切に生きましょう。
下向き黒三角高地登る59、真偽のほどはまだわからないし、こんなことを言うとまた叱られそうだけど、喫煙で五輪代表剥奪になったらあまりに気の毒だと思う。やったことと結末が釣り合わない。それだけプレッシャーやストレスも大きいってことだよな。目くじら立ててる大人たちが19歳の時はさ、タバコ吸ってるやつなんかゴロゴロいたぞ。19歳の飲酒喫煙で大人たちがこんな一斉攻撃するのやめようぜ。少し前なら19歳は未成年として重大犯罪者だって顔出し実名報道されなかった。飲酒喫煙でこんなに追い込む必要あるか。誹謗中傷は命を脅かす危険だってある。人一倍頑張ってきた若者の少しばかりの失敗を大げさに騒ぐことが正義なのか。下向き黒三角米山隆一衆院議員56イコール立憲民主党、仮に喫煙が事実だったとして厳重注意の上反省文の一つも書いてもらえば良いことではないかと思います。重ねて教会は冷静な対応をと思います。五輪辞退後、いやさすがにそれはひどいのでは。辞退撤回運動を展開したいくらいです。下向き黒三角猪瀬直樹参院議員77イコール日本維新の会、つくづく日本人は劣化している。たかがタバコで何を騒いでいるのか。麻薬じゃないんだぞ。規則ずくめの杓子定規が日本をダメにしてきたのだ。こんな些細なことで19歳の夢を潰すつもりか。プレッシャーやストレスを理由にする声もありますが、それがあったとしても常習的でなければ行動に移すとは到底考えられません。つまり明らかに常習的だったと推測されます。法律で決まっている以上違反は違反であり、もしそれが飲酒や喫煙程度のものであれば、法律に不満があるなら自らの力で法律を変えるべきだと考えます。確かに出場不可という判断があまりにも厳しいと感じることもありますが、もしこれで出場が認められるようになれば、すべての20歳未満の飲酒や喫煙が謝罪すれば許されるとなり、法律の存在意義が問われることになります。20歳未満で飲酒や喫煙をする人が多いという話ではなく、日本という法治国家の代表が法律を破ることはあってはならないと思います。この観点から考えると確かに気の毒ではありますが、成人年齢にも達しているわけですし、C190A9 はないでしょう。